こんにちは、カツノです。ちょっとね、ゲーム、まあ、実況というか、まあ、ちょっとこう、試しにね、ゲーム、ちょっと配信してみようと思います。ちょっと初めてなんでね、買ってわかんないと思うんですけど、ちょっと、いろいろよろしくお願いします。先日ね、Amazon ギフトでね、プレイステーション3いただきましてね、それでプレイステーション1のソフトも、まあ、再生できるということでね、まあ、僕、中学校の時にドハマりした、天中っていうね、まあ、プレイステ1のね、アクションゲーム、忍者アクションゲーム、アクワイアさんのね、ゲーム、すごいね、僕好きだったんでね。まあ、プレステ1のね、あれなんですけど、ちょっとね、買ってきたんでね。じゃじゃーんこれが僕の中1の時にドハマりした、僕の中でね、こう、革命的なゲームなんですけど、広いマップの中でね、自由に動き回って、その、経路、どこからこう攻めていくかって自由で、本当になんか自分がね、こう、その世界に入って、攻略してるような、まあ、気持ちになれる。まあ、時代劇のね、江戸時代かな？なんで、その昔のね、日本のお屋敷が結構、その、まあ、忠実にね、こう、リアルに再現されてて、そういう意味でも面白いですよね。歴史の探索というかね、ああ、昔ってこういうお屋敷でね、こういう感じでね、家で住んでたのかみたいな、そういうの、なんかもう面白い、景観をね、楽しむというかね、そういうもうビジュアルも面白いんですよ。そういう意味で、ね、本当に僕にとってはね、本当にこう、まあ、感動的なゲームだったよね。スタート始まった。制作のゲームが面白い。一面ですね。富が全てじゃ。この世に金で買えないものなどありません。上下で絶大な権力を持つ越前の欲求はとどまることを知らず、人々の生活を苦しめ続けている。覚えのない借金に法外な行為をつけられ、嘆く町民。
返さなければ金で集めた無宿者や浪人を使い非道を繰り返す。事実を知った大岳の重臣たちは越後屋をシラスの場に立たせるべくすぐさま証拠を探した。しかし狡猾な越後屋が己の手を汚そうはずもなかった。表では裁けない現実に合田松之進が影を死角に出すことを決意する。越後屋を忠せよ。暗殺ですね。任務に行く前に持っていく道具を選択するわけですね。手裏剣、神妙丹、回復薬2個持ってきた。煙玉、感触玉、しびれ弾が、これ面白いんですよ。こんなもんか。屋敷正面からの潜入避けるべし。無抵抗の者を決して殺めることなかれ。鍵縄を有効に用いるべし。始まりました。ジャンプできます。刀でね、切りつけるの。これはボタン連打ですね。ダッシュはできないんですよ、このゲーム。しゃがんで敵にね、見つからないようにね、しゃがんで近づいたり。しゃがんで壁に近づくと張り付きます。これ鍵縄。おめえ。このBGM がいいでしょ。独特だよね。はい、ちょっと一回戻りますね。スタート地点に戻りました。見つからないために、ここスタート地点ね。ごめんね、ちょっとよく分かんないかもしれない。で、館に行くわけですね。そのままね、道行くと敵に見つかるから、ちょっと屋根伝いから、あ、いた。超町娘だな。町娘はね、殺してダメだよ。無抵抗の者を決して殺めることなかれ。いかん、手裏剣投げちゃいけない。オッケー。女性に手を挙げるわけにはいかないぜ。あ、やべ、落ちた。やばい、女性でも見つかっちゃダメなんだ。やべ、見えない。やば、見つかりたくない。やばい。来るな。早くあっち行け。ちくしょう。行け、マジで。くそ、やばい、どうしよう。あ、やばい、見つかった。畜生。
と屋根の上に待機。畜生、見つかると点数が下がるんですよ。くそあの小娘あ、ごめんごめん乱暴な言葉を使いました、すいません。嘘です。あの左下のね、あの緑の丸が敵の気配なんですよ。町娘の気配ですね。で、あの緑色の木って書いてあるのが平常状態で、何もね、あの警戒してない状態で、あれが警戒してる時はこうちょっと色が変わるんですよ。で完全にこっちを察知して助けてみたいな感じになった時、こう赤いね、殺って殺すっていう殺、さっきの殺っていう字になるんですね。ごめん、ちょっとうんちくが長くて前に進んで、あ、危ない危ない、落ちるとこって、落ちるとねバレるからね。お、また木が、で今度この丸い木がね、大きければ大きいほど近くにいるってことなんです。こんぐらいでっかいともういるぞ。はい、犬か。犬はねいいんですよ。犬にしびれ団子やるか。団子。やばい。犬もね、やっぱ襲ってくるからね、倒さなきゃいけないんです。門番いるね、門番。よし、背後。あ、間違った。今みたいに敵の背後で攻撃ボタンを押すと必殺技になります。ここがね、ここは正門ですね。まあ正面口から行くのは得策ではないので、てか行けんだけ、ここもう開くっけか。あー、痛い痛い、やべえ、あー、やべえやべえ、バレたバレたバレた、マジか、あ、やべえ、手裏剣だった、鍵の、忍者はね、あえて、やべえ、あ、どこだって言った、いた、ほっ、あ、やべえやばい